どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。本日のテーマソングは真心ブラザーズのサマーヌード。こちらの爽やかサマーソングをお届けしたいと思います。これはねかっこいいんですよこの曲は。はい、大いに歌っていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超初心者簡単バージョン。後半はかっこいいバージョンやるんですけど、このかっこいいバージョンはですねなかなか難易度はすごい高いんですけど、こう16ビートすっごいファンキーでソウルフルなあのグルーブノリノリのバージョンでやってみようと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽聴くの最高ですけどやる方がもっと最高。このちっちゃいウクレレでガズレレ流だったらもうどんな方でもすぐに音楽できますよ。音楽始めようということでこのチャンネルやってるんですけど、いや私はきっと無理だと思います、不器用なんですとか音楽の才能がないんですという方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、安心してください。ガズレレではですね、そのような皆さんがすぐにウクレレで音楽できて弾き語りできるプログラムがあるんですよ。そのプログラムを見て、もう今全世界中の方がもう何万人もウクレレで音楽始めてます。皆さんも始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見てウクレレ触ってるだけですぐできるようになりますよ。はい。YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでもちょっとした隙間時間に見れて無料。これがキーポイントです。ここですよ皆さん。行ってらっしゃい。ほい。行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲をウクレレで簡単に弾けるようにしたレッスン動画がすでに1300曲以上もアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の集める歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアンソング、アニメソング、映画の曲、世の中にあるいろんな曲を毎日こんな感じでね、少しずつこうウクレレで簡単に弾けるようにしてレッスン動画として公開しております。さあ皆さん、これから音楽を聴くよりやる方になっていきましょう。さあ早速やってみましょう。夏満載のこの曲、真心ブラザーズのサマーヌード。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。デンデデンデンデン、胸と胸から丸指、嘘だろう
ムードガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。この曲はですね、もうあれものすごいいろんなアーティストにカバーされててね、もう一度は聞いたことあるんじゃないかと。爽やかでかっこいいんですよ。まずでこのシンプル簡単バージョンだけでも十分ね、夏感が高まるって感じなんですけど、さあ見ていきましょう。今のはね、聞いていただいて分かったと思うんですけど、オリジナルガズレレショートカットアレンジバージョンで主に2番をショートカットしてるんで、2番フルコーラス全部やりたいという方は今のね1番のコード進行と一緒ですので、コード書いて紙に2番の歌詞を書いてオリジナル楽譜を完成させてください。今のガズレレシンプル簡単バージョン一緒に、ね、YouTube 動画とできた方もいずれはやっぱり紙に書いてご自身だけで歌ってみるのをおすすめします。本当はねその後覚えちゃうのが一番いいですけど、まずはね覚えるために紙に書く、これがいいと思います。でですね、今あのガズはねこういう自分で書いたノートを見ながら歌ってるんですけど、このサービス今始まってます、ガズクラブです。ガズクラブは毎月660円でクラブ活動費を頂戴しまして、この最新楽譜を含む今までガズが取りためてきた膨大な曲のストックの中から毎月5曲お好きな曲を選んでいただいてダウンロードできるという画期的なサービス、ぜひ皆さんご活用ください。そしてこのガズクラブのメンバーになるとですね、毎月2回行われているガズのオンライン配信ライブ、はい、これに参加できるんです。これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。次はですね9月6日にあるんですけど、スピッツ祭りで盛り上がろうと思います。9月6日の14時からです。ぜひ皆さんそのねもう本当にテーマソング決めても今みんな必死で練習してると思うんですけどね。あとはですね非公開の SNS があって、そこでいろんな質問したりコミュニケーションを取ったり、あと演奏をねアップロードできる板が2つぐらい上がってたりとかですね、そこでいろいろなコミュニケーションを取ってます。あと毎朝7時にガズがガズラジオ放映中でございます。ガズクラブね、めっちゃ面白いんで、もう今メンバー500人超えてますからね、お待ちしてますよ。はい。そういうわけで今、さーっと映しますね。でね、ちょっとこれ見て、イントロ、これね、タブフっていうのが書いてあるんですけど、これ、後半にかっこいいバージョンではこれちょっとすげえ難しいんだけど、どうしてもちょっと再現してみたくて、ガズがやってみたってことで、後で解説します。今のイントロはこれ。コード弾いて、口でメロディーを弾いたということで、そのメロディーを弾こうということで、後半はやりますということです。これね、A メロ見てください。ゆったりした曲に聞こえるんだけど、ものすごく早口なんですよ、実は。この言葉のタイミング、上に点があったり、くるっと早口で囲ってるとか、こういうのがガズレレノートの特徴ですんで、動画のテロップでももちろんわかると思うんですけど、このノートを見るとまたさらにわかりやすいと思います。これをゆっくり一時停止で書いていただくか、ガズクラブでゲットしてください。こんな感じで書いてますということです。一時停止で、さーっと見てくださいね。はい。かな、はい、はい、いいかな。で、ここに来るとですね、この辺でちょっとコードが変わってますよね。下にくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョンのコード、今やったシンプル簡単バージョンは上のコード、上で書いて書くとですね、はい、この辺使い分けです。はい。でここに間奏が入って、ここだけちょっと尺の長さがこう短くなってますけども、はい、ここもタタタとか決め的なもんですね。後で解説していきます。で、こうサビ繰り返して終わったという感じでございます。構成としてはここまで来たら、またこの要は間奏のコード進行に戻るという感じのイメージでございます。はい。じゃあ出てくるコード。今やったシンプル簡単バージョン、この7個でございます。言っていきます。C と A7、F、D7、G7、E7、Em7。はい。この7個で、今のこのサマーヌードをやってみます。この7個のコードは、初心者の入門コードのグループでできます。これです。ドン！ガズレレ必須コード。はい、このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、ウクレレで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたいコードのグループの名前でガズが勝手に名付けておるんですけど、これはですね、このコードはですね、ウクレレにとっても本当に助かる存在でございまして、もう本当にね、ありがたいコードのグループなんですよ。はい、このコード10個あるんです。10個もあるのかと思うけど、この10個覚えておいたらもう本当にほとんどの曲、結構このウクレレのこの世界の中でできるというようなロジックがあります。まずはこのコード10個覚えていきましょう。でも10個もあるの多いなと思った方安心してください。これ見て、これも1個のコード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 、指1本で押さえられるコードもたくさんあるし、でそれ今のもう4つぐらいなんですよ。なんで1個ずつ見たらコード簡単なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとね頭こんがらがっちゃうんで、私がめちゃくちゃ分かりやすい動画を公開してます。ここにリンク貼っておきます。ガズレレ必須コードはこの動画で完全マスターしましょう。楽しく覚えられますよ。はい。そういうわけで今のはその中の10個のガズレレ必須コードの中から7個のコードで今のサマーヌードやってみました。これね、さっきも言ったんだけど、4つ弾きでも十分夏のね、あのムードがこう、歌ってて感じ取れるんでね、もう本当に俺、最高です。はい。で、そのようにね、4つ弾きでまず歌をこう、これ結構早いですから、A メロとかラップ調だしね、そこら辺をちょっとリズムをちゃんとこう、掴んでからかっこいいバージョンに入っていきましょう。じゃあ、ここから、かっこいいバージョンの解説です。かっこいいバージョンはね、コードが追加になります。ちょっとね、簡単なんですけど、これもしかしたら初心者の人もこのコードを余裕で抑えられると思うんですけど、一応解説しましょう。さっき C で押さえたとこ、ちょっと一箇所ね、これ C メジャー7、大文字の M はメジャーってことにしてます。
小文字の M はマイナーね。例えばこれなんか E マイナー7でしょ。これ C メジャー7、はい、これ超簡単、1弦の2フレットだけ、はい、ここです。簡単なのにいい響きの C メジャー7、これ使っていきます。サビですね、サビ。サビもう一個のコードは、はい、この A ということ。これこれも超簡単なんですよ。 A は A7 のところと Am のところ一緒に押さえる、これだけです、はい、これだから迷ったんですけど、でもこれカズレーヒスごとに一応入ってないんで、かっこいいバージョンではこのコードを使っていこうと思います。サビで出てくるんでちょっとやってみると、はしゃぎすぎてる夏の子供さん、ここ C メジャー7、胸と胸から、ここで A、 ゆうゆうび、ちょっとねコードの響きのニュアンスが変わるかな。こっちもちょっとおしゃれな響きかなという感じがする。まあ使っていきます。かっこいいバージョンでこのコードでやっていきます。あとはねコード進行一緒です。はい、でこの曲のリズムなんですけど、やっぱりこの曲はねやりたいですよね。あの16ビートのファンキーなカッティング、すっごく乗れるやつです。ちょっとサビでやってみると、ワン、ツー、スリー、フォー、走りすぎてる夏の子供さ、濡れた胸が玉、このぐらいキレッキレのカッティングをできるとかっこいいんですけど、これちょっと難しいんですけどね。はい、一応今日のリズムの基本は16ビートのちょっとカッティング、これをメインでいきたいと思います。でこれね、ちょっとガズレレやったことある方は分かるんですけど、これ難しいんですよ。まずおすすめは8ビートのチャでやってみるのもおすすめです。そうするとこうなります。はしゃぎすぎてる夏の子供さ、胸と胸が、この8ビートでまずこのグルーブをちょっと体験して、でちょっとねトレーニングしていって16ビートに入っていくのがいいかなと思います。まず8ビートのチャでやってみてくださいね。でこれ A メロのところではちょっと16ビートのチャを使わずに16ビートだけでちょっとこうメリハリつけようかなと思って、だから A メロの何か企んでる顔を最後の花火が、ここはですねチャを入れない、あえてこの2段設定でいこうと思います。ということは、まず、中級者の方は8ビートのチャでやってみてもらいたいっていうので、まずこれできるようになったら、まあ、次16ビートのチャと、16ビートと16ビートのチャとカッティング、この3つのねファンキーな組み合わせで、やっていただければいいと思うんですけど、まあ、この 3つプラス1のリズムの解説、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から各弾き方動画で解説してますんで、マスターしていきましょう。これストロークはですね、まず基本は8ビート。これが基本になりますからね。まずこれに8ビートでやってみるのおすすめですね。で16ビートのチャの時にこうガチャ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 ならない、いつも言ってるんですけど、手首で弾かないとこの速さでは弾けませんからね。肘で動かしちゃうともうここが疲れるはずですから、こういう風に。こんな風になるのはちょっと無理でしょ。この手首とこのここも使う。はい。ちょっと相当柔らかいイメージで。あとカッティング。できるとなおさらこれカッティングも奥が深いですから、動画でしっかり練習してやってみましょう。ちょっとねリズムを得するのにはこう体に染みを渡せる時間が必要かと思うんですけど、取り組んでいきましょう。でこの曲はその16ビートのファンキーなカッティング入りのすごくノリノリのビートがずーっとこう淡々と続くイメージなんですよ。特にこう覆うようなこうキメみたいなのはないんですけど、まあ唯一一箇所だけ、ちょっとここのところをやってみると、サビの繰り返しのところで、操作僕ら今のところでダダ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 という感じでやります。ちょっとね感想のとこからいこうかな。感想、感想もねこれかっこいいですよね。イエイイエイイエイ、次そろそろ来ますよ。ここで来ます。さあさあ僕ら今はしゃぎすぎ、わかった。だん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 、このアクセントがついた方がかっこいいと思います。だだ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 、ちょっと難しかったらダダダダでもいいですけど、とにかくここだけちょっと流れを変えて、ダン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 という風になる。ここだけ唯一決めが入れていこうと思います。そして今日ですね、こっからちょっとおまけね、おまけ、これすごく今からやるの結構かなり難易度高いんで、イントロのフレーズをウクレレで弾くということなんですけど、ちょっとデモ演奏やってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー、かっこいいでしょ。めっちゃ難しいんですよ、これ。まずね、ちょっとこれ出します。これ今、
タブ譜っていうのを出すんですけど、このタブ譜の読み方わかんない方、ここにリンク貼っときます。まず、このタブ譜なんですけど、1弦と2弦しか数字書いてないんですよ。3弦、4弦はどうなってるかというと、その F だったら F、G7 だったら G7 押さえるとこ、そのまま押さえておいて、全部の弦を弾くというふうに覚えておいてください。そうするとね、まずね、フレーズだけ弾いてみると、今このタブ譜のメロディーだけ弾きますよ。00101弦のね、次、2弦の431。このフレーズを F を押さえたまま弾きます。はい。で、1はこういう風に倒す。アップでくるね。これはですね、右手でね、タッチして、チャで応用してるっていうか。ここで止めてます、右手で。はい。次は G7。G7 押さえたの時にもう2になってるから、2、3、2、1、0。2弦の3。これが難しいかな。このフレーズを G7 押さえたまま。最初からやると。これ、F の時は、このフレーズ。G7 の時は、はい。これのタブ譜が載ってるんですよ。ね。コードを押さえて弾く。ちょっと超ゆっくりやってみます。F のとこから。せーの。はい。はい。はい。これ相当難しいですけど、ね、アップでくるから。でんでてっ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 てん。ってリズムですね。はい。これを入れるとかっこいいんです。これはまあ、ちょっと難しいです。ゆっくり、今みたいに超ゆっくり練習するのがいい。はい。はい。はい。こんな感じ。これはですね、じっくり取り組んでください。これだからすごい難しいですからね。できそうだったらそのパートを分けて、ちょっとじっくりして後で混ぜてみてください。そんな感じ、このイントロでですね、こうちょっとワンフレーズ入れてみると、ドーンと難しくなるんですけど、後のところはですね、まあ、基本的にはもうすごいシンプルなんで、こう、なんていうか、踊れる、ほんとこの、なんていう、ラテンっぽいっていうのかな、そのファンキーさが出るとすごくいいと思います。で、小技としては、B メロのところで C が出てくるんですけど、その時に、こう、C だけでやると、わかる？デレーンってこういう風にちょっと今1弦の2フレット3フレットここデレーンって一周にしてやるわけ。そこやってみると、灯台のインスポットライト小さな方、今みたいな感じ。ちょいっと入れる、毎回入れるとかっこ悪いですからね。たまーにこうアドリブで入れるみたいな感じで、そういうの F とか後で追いかける、ちょっとこういうの入れるとかっこよくなりますね。ちょっと余裕できたらそういうのやってみてください。それでは行ってみましょう。夏満載のこの曲、真心ブラザーズのサマーヌードガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4。 何か企んでる顔、最後の花火が消えた瞬間、浜には二人に走る、 T シャツのままで泳ぎ出す、5秒に一度だけ照らす灯台のインスポットライト小さな方、神様にもバレないよう地球の裏側で、僕ら今はしゃぎすぎてる夏の鼓動さ、僕ら今はしゃぎすぎてる
ロブラザーズのサマーヌード、夏グッグッと感じる、もうね、しかもこのファンキーで乗れるビート、なんかやっぱり気持ちがいいですね。ぜひ皆さん夏思いっきり歌っていきましょう。さあ皆さん、この楽しさ存分に味わっていただいていると思うんですけど、この楽しさ今度はね、周りの方にぜひともお伝えください。ウクレレ楽しいよ、このガズレレ YouTube 見てたらすぐできるよとか言って、このガズレレ YouTube もご活用してくださればと思います。でね、ちょっとこのコードをレクチャーして、次に一緒に会ったら今度セッションしようよという感じでね、どんどんそういう笑顔の輪を広げていこうという感じで、ガズレレ YouTube チャンネルご活用ください。チャンネルにいいねだとか、チャンネル登録なんかもぜひともよろしくお願いいたします。お知らせです。いつも使ってるこのガズのわがままウクレレなんですけど、本当に今大人気でございます。ありがとうございます。毎月1回程度、ある程度の、ウクレレをですね、販売して事前予約で、注文を受け付けてるんですけど、本当ありがたいことにもう本当に1日2日でもソールドアウトになってしまう状態が続いてまして、また来月もこんな感じで、ご注文いただけるようにすると思うんですけど、今ベトナムでもちゃくんがこう一生懸命もうガズレレ G ラボチームで、一丸となって取り組んでますので、まあ、ご注文いただいている方、もうちょっとお待ちください。そしてちょっと気になっている方、来月もまたご案内ありますんでね、ぜひともよろしくお願いいたします。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、書いてありますんでね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杉さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的なあの商品、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納するともうね、オールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないっていうのもあるし、これ見てここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くの出荷になってるんですよ。これ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう、音楽聴くよりやる方が楽しい、ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。